ボイスドラマ、はいはい、まあ、やりましたけれども、うん、まあ、クリスマスの期間限定だったのもあって、なんかもうよりこうなんだろう、スピンオフ的な、うん、もうちょっと長めのちゃんとしたボイスドラマ、うん、いわゆるなんか DVD とかブルーレイの特典に入るようなボイスドラマもやっていきたいですよね。確かに。まあ、今回この音声のみの、まあ、特番になってますけど、うん、はい、4人でまあ映像ありのね、生特番とか、いいと思います、ね、できたらいいなと思います、ね、やりたい、ロケしようよ、ロケ、ロケ、ロケ、どこ行く、どこ行く、映えるところにとりあえず、映える、確かに映え写真撮りに行く企画、ってことは負けねえぞ、スタジオですね、なぜ、なぜよ、ほらキャストのクッキング番組が見たいっていうご要望があるんですよ。ここ3人のズタボロの料理を見て笑いたいだけでしょう。いやそんなこと、いや、やっぱりね、そうは言いますけれども立派な女性のお三方ですから、まあ、それなりにねお料理ができるわけで、当然ながらね、すごいインスタ映えの料理が取れるんじゃないですか。その時にエリカのインスタグラムがあったらちょうどね、確かに少なくとも3枚分は稼げるわけですから、確かに確かにね、一石三鳥でね、素晴らしいじゃないですか。いいねがつくかはわからないけどこのドロドロの何みたいな、お三方は料理苦手なんですか。なんかちょこちょこはやりますけど、そんな人前でなんか包丁のさばきがすごいで見てくださいとか、そんなにご立派なものはできないです。あ、でも自炊はされるみたいな。少しは、はい、もうあの お肉焼くくらいはあ、一番難しいやつですよね。あ、そうそう、やっぱ焼き加減が ね、うん、ね、素材の味を大事にね、肉汁を分かりが、私普通にできますよ。さっきから私のことチラチラ見て仲間ですよみたいな感じの目線めっちゃ送ってくれてたのに喧嘩しないで、あ、なんだこれは、あ、待って、私の切手がチョコテリーヌが、チョコテリーヌ、これ番組のやつだ、すごい、なんか美味しそうじゃないですか。本当？あ、食べる？チョコレート色のニット着てねえ、どっちがチョコなんだいっつって、うん、あー食べちゃった、あ、かわいい、味どっち味どういう顔やねんっていう、こういうのって味は美味しいみたいなのが、ね、あまり味もそんなに美味しなかったんだ。僕はでも普通にレシピ見れば普通に人並みにできちゃうんで、昔からなんかねできる系男子だったもん ね、 ね、でもまあ最近はずっと本当に出前ばっかりですけど、得意料理はちなみに、得意料理、まあ、一応台本に書いてあるのはもやしとブロッコリーを塩コショウで炒めるやつって書いてあるんですよ家庭的で、まあこれ完全にダイエット食なんですけど、さすがです。でも普通になんか生姜焼きとか作ってましたけどね、自炊してる時は、まあ、そんな感じか。でもクッキング番組はね、その一応番組にも沿ってるしアニメの内容的にも沿ってるから、まあありっちゃありなのかなと、それもやりたい、いろいろ企画の夢は広がりますんで、ぜひとも皆さん、楽しみに、まあ、実現するかどうかは置いといて、話す分にはただということで楽しみにしていてください、